で、冷風については、図書館ですので、湿気対策というものがありまして、なかなか、コスト的にも高かったというのがあります。一番は、既存の冷房の配管をすべて利用して、やるには冷水循環、冷水を使った冷房しかなかったということで、ございます。で、ここに雪をいっぱいかけます。で、ちょっと見ていただきたいんですけども、近く。雪がたまりますが、この中、下がここから水を、このレベルで水が、こちらから水を、冷水を取り出すんですが、ここまではいわゆるプール状態というイメージにしてください。プールの上に雪が浮かんでる状態、実際浮かんでないんですけども、浮かんでる状態です。で、この冷たい水をあちらの小さい小屋に、建物に集めまして、で、あそこで熱湯を使うんです。冷水の循環して冷水をこちらまで引っ張ってきて、こちらの冷水と熱湯を合わせて、また冷たい水を戻してやって、ここの水はまた裏から戻してやって、この水道管の無数に穴開いてるんですが、ここにまた水を戻して、プールを維持していくと。重要なシステムで、これは北海道のある、民間の国境の、簡単なんですけども、簡単な仕組みなんですが、そういう仕組みです。なぜそういう仕組みを作ってか、通常は上の方から散水するんです、水を。散水して冷水を取るんですが、暗い大きな規模の建物を冷房するってなかなか前例がなくてですね、安定して冷水を取るには、プール方式が一番確実だということで、採用したところでございます。皆様、こちらに上がっていただいてますけども、これ、上がり付けなんですが、ちょっと雪で止まりましたが、ここに実は棚を設置しております。今、言いましたが、ここに農産物を、梅雨時、保管しまして、今、付加価値調査を実施しておりまして、で3年が経過したところです。で最終的に今、町内のそば粉っていうか、そばをここに保管して、試験的に試食等で提供していることも今やっております。ただ冷房に使うだけじゃなくていうことで、今いろいろ検討している最中でございます。